田宮さんはどうですか、出演作をこう家族に見られたりする。あ、いや別に恥ずかしくはないですね。お、うん、そうなんだ、うん、結構親御さんはこう認めて、早いうちから認めてくれって感じですか。うん、割とね、わかんないけど、わかんないけど、うん、まあまあね、向こうの気持ちもね、やっぱテレビに出たりとかするようになってからは、うん、結構こう声がコンスタントに聞こえてくるようになってからは、うん、うん、あ、向こうから調べたりとかして、おお、今度出るんでしょみたいな。僕はそうですね、出演作を家族に見られたりするとちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしいんだ。うん、でも言ってるんでしょ、こういう仕事やってるって。当然で当たり前だよね。いや、まあ、もちろん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 やってるって言ってるし、できないもん、ね、水面下では最初はそうだったけど、うん、あの養成所行ってる時は黙って、大学行って行きながらだったんで、そうだよね、親はテレビ局に就職するものとか。残念でしたね。そう、その時は言えなかったけど、はい、今なら言えるかな、うん、でも実家に電話かけた時に春日を見てる時は恥ずかしかった。春日を見ているお母さん、小泉君から電話がかかってきたね。はい、そんなですね、オノディのお母さんに関するこんなお便りが届いてます。うちのおかんから。はい、いや、高知県、あ、ペンネーム白うささんです。あら、ありがとうございます。神谷さん、小野さん、こんにちは。こんにちは。ある日のことですが、某声優雑誌を買いに書店に行ったんです、うん、その雑誌を置いているところにおばさん2人がその雑誌を見ていました、うん、私はそこに行き雑誌を手に取った時、うん、1人のおばさんが、うん、小野くんって知ってるって聞いてきたんです。最初はファンの人なのかなと思いました、うん、それから雑誌を開いて教えてくれたりしていると、はい、そのおばさんが、はい、隣にいるのが小野くんのお母さんと言ったんです。え雑誌を開いて教えてくれたりしていると、そのおばさんが隣にいるのが小野くんのお母さんと言ったんです。2回言った、うん、こんな偶然なことは初めてだったのでびっくりしました。小野さんのお母さんは応援してあげてね、はい、と言ってとても優しそうな人でした。バカじゃないの。恥ずかしいよ。ママディーダメだよ、ママディーとか言うな。おい、ママディーママディー、そんなことしちゃダメだよ、恥ずかしいよ、息子はちょっとさ。いや、でもいいお母さんじゃないか、ママディー。ママディー恥ずかしいな、おい。あ、バカじゃない。いや、これはね、やっぱりね、言うべきだと思う。お母さんには言わなきゃいかんよ。あー、まあね、うん、やってるってことね。やってるってことをやっぱり、サジオ先生も。あ、そこに戻ったらよかった、うん。サジオ先生もね、もうこれはあの、ちょっとママディの件は面白かったんで、これはいいんですけれども、これもっと引っ張っていきますけどね。サジオ先生の話も、ね。サジオ先生の話。やっぱりね、うん、やっぱりお母さんには言った方がいい。やっぱりどんなことをやっていたとしても、お母さんはいつ、うん、何時でも、うん、やっぱりそうやって応援してくれるから。そう、ね。小野くんのお母さんのママディのように。ママディって言うなよ。ママディのように、やっぱりそうやって助けてくれるから、やっぱり行った方がいい。神。なんだったら俺たちが、電話してあげる。うん、ああ、サジオママディ。サジオママディにね。なんだったらね、電話番号教えてくれたらオノディがきっちり言いますよ。だからなんでそういう役割を俺に。というわけで、早速ですが、ね、はい、お電話をしてみたいと思います。あ、これからね。はい。はい、ほん、マジで？はい。うっそ、電話ねえじゃないですか。しましょうか。はい、今あの本当に、うん、今携帯からですね。マジでか、ちょっと待って。なので、あのどう言えばいいんですか、これ。だから小野くんが、あ、オノディが、娘さんはこういうことをしてますけれども、認めてあげてください的なことをね。うん、あ、立派な漫画を描かれていますよと。そうそうそう、見てよこの、はい、ね、はい、繋がりましたからね。あ、でも、佐藤先生のお母さんに使っていいんですか、はい、お、本当に。ただいま、電話に出ることができません。じゃあ、留守電に聞こんだ。ピンという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話しください。なお、テレビ電話の場合でも、テレビ電話じゃないな、音声メッセージのみのお預かりとなります。テレビ電話なのこれ。お母さんじゃどう。あのお世話になっております、あのマウスプロモーションの小野大輔と申します。あのですね、コミックシルフという漫画で、あの、お宅のお子さんが、サージオ、あ、俺だよ。サジオ先生は男性ですか女性ですか、え、どっち、わかんない、あいたずらだよ、わかんないな。ごめんなさい、先生、ごめんなさい。ちょ、だからこんなことになってしまいました、サジオ先生。なんであんたら打ち合わせの時言わないんだよ。おい、
なんてね、まあこれはリハーサルです。もう一回かけましょうか、じゃあ。え？もう一回かけます？ちょ、無理だって。大体、サチオ先生のお母さんですかって聞くんでしょ、うん、おかしくね。もう一回かける？もう一回いきます？うっそ。次出るかもしれないですか？出るかもしれない。だからいたずら電話になっちゃいますって。え？いたずら電話になっちゃいますって。十分いたずら電話だよ。だから上に上乗りしていくのか、ちゃんとそれを上乗りってどういうことだよ。挽回できるか小野君次第なんだから。え、もう一回チャンスをくれるんですか？本当に？あ、今もうかけてる。本当に？いや、というか、いや、でも本当これマジだからね。え？佐知雄先生でいいのかな？ただいま電話に出ることができません。逆に困る。なんかあの受け答えがないから10秒以内でお名前とご用件をお話しください。ごめんなさいって言うんだよ、ちゃんと。なお、テレビ電話の場合でも音声メッセージのみのお預かりとなります。あ、そうですか。あのさっきはごめん。あの、ま、マウスです。いや違う、小野です。あのサジオの、サジオって言っちゃった。あのサジオ先生のお母様の電話だと思ってかけております。あの娘さんは立派です。はい、あの漫画を描いています。すごくいい漫画です。あ、今うまいことまとまりませんでしたね。今だったよね。小野君的には今の何点ですか？100点満点ですよ。それで伝わるのかななんてね。まあこれは番組スタッフの携帯なんですけどね。この番組はね、先に来た者が勝ちなんですよ。僕が何のためにこの番組に30分前に来てると思ってるの、入り時間より。何それなの？あ、はい、そうだ、今日モンハンやってなかった。はい、このシルフ相談室では毎週コミックシルフの作家さんから僕たち宛に悩めるストーリーが届くことになっています。ぜひラジオの前のあなたもコミックシルフを手にラジオを聞いて一緒に悩みを共有していきましょう。そこ俺のセリフだし。